4日目今日はここからスタートです。こちらからスタートなんですけど、どこかわかるかな。そうです、今日はアラモアナのね、アラモアナセンターの右側の通り、アラモアナブルバードを今歩いております。ですぐそこがターゲットっていうところになりますね。はい、そんなわけで今日は2024年3月16日土曜日です。今日もね、すごくいい天気、ちょっとここ数日ね、いい天気が続いていて嬉しいです。しかもね、そのまだ4日目なんですけど、ちょっとなんだかね、急にね、ふっとね、あ、朝活動してみようっていうことになって、で今ねちょっと実践をしてるんですよ。で今4日目で、でもやっぱりね、朝起きて活動するとめちゃくちゃなんか充実感はもちろんそうだけど、体にも心にもいい気がしてます。さあ今は朝ね8時半前ぐらいなんですけど、今日はねちょっとワードにいるお友達とコーヒーでも飲もうっていうことになったので、1時間ぐらいなんですけど、なのでね、この行くまでの道をあえて私は歩きますって言って、歩くって言って送ってもらわずにね、今歩いてます。そうここね、今超話題のコンドとホテルが合体したとこなんですけど、見てここにさ、コーヒー屋さんがね入るんですよ。だからすごい楽しみです。場所がめちゃくちゃいい、私のスタジオからも近いしね。さあこっちはローカル中東料理みたいな感じかな。こっちはレストランが入りますね。そう、これはねスカイアラモアナと、右側なんだったっけ、ルネッサンスだったかな。そう、一個のこっち側の塔はホテル、一個はコンドっていうね感じです。あ、そうスカイアラモアナとルネッサンス、合ってた。右がホテル、左がコンド。お友達がね持ってるから、今度ねぜひこの中のチェックもしたいなって思ってます。こっちは何ができるんだろう。この1階はねすごい開発ラッシュですね。そして気候がとても気持ちよい。さあ一歩ね、またここを抜けると、普通にまだまだね開発はされてない感じのね道が続いて、ここをまた抜けるとワードになるので、この間がちょっとまあまだラモアナセンターのところかな。ちょうどここはあまり変わりはないかなという感じです。そうなんですよ。ちょっとね数日前にちらっと言ってたんですけど、これまたね急遽ね、来週の日曜日だから、まあほぼ1週間後からさ、ビジネストリップになって、多分1週間ぐらいなんですけど、またね韓国に行くことになった。びっくりそう、嬉しいね。でも今回はなんかイベントとかではないんですけど、ちょっとねいろいろ打ち合わせだったりがあるようなので、それにね同行していきます。嬉しいな、また韓国。なんかさ、この間さ、まあ、帰ってきたばかりだけど、この間さ全然本当ね世界卓球だけで終わっちゃったようなプサンだったから、まあソウルでもね4日、1週間ぐらいいたけど、それもなんかねいろいろで全然お買い物とかできなかったし、あのコスメ系を全然買えなかったのがねちょっと心残りだったので、今回は行けたらいいなって思ってます。
何かおすすめのこれ買ってきた方がいいよっていう韓国コスメがあったら皆さんぜひ教えてください。そうちょっとねいろいろ教えていただいて買ってくるって言ってめちゃくちゃ本当気合十分で行ったんですけど行けなかったんだよね。だから今回はさもう初めのうちにいろいろ買っとかないと後回しにしちゃうとさ明日でいっか明後日でいっかとか言っちゃうとさいつの間にかね時間がなくなっとうって感じやけんね。ちょっと今回はねいろいろね着いた初日ぐらいからもう買いだめていこうかなって思います。まあどんなねどんな1週間になるのかな。でも今回はね日本には寄らず韓国だけの予定なのでまあ、ヒュッと行ってヒュッと帰ってくるって感じかな。おこの辺も緑がねなんかもうこうやって見るとさ偽物みたいだけど本物です。あ気持ちがいいね。ここは家具屋さんです。あもうすぐワードに入る。渡れるかな。渡りたいな。渡っちゃえ。行けそう。このね左手にもうすぐ見えてくるんですけど日本の方々が大好きなゆっちゃんがあります。でもさ本当ハワイに来て冷麺を食べるっていう習慣を文化っていうかなんだろうブランド力ですよね。そのすごくないですか。ハワイに来てまでねだって韓国料理食べるっちゃけんね。私も全然行ってたけど旅行の時はねすごいよね。本当にすごいと思う。すごい美味しいしね。ここがゆっちゃんです。いやブランド力って大切だな。どこにあってもどこにいてもファンがついてくれるって本当すごいよね。ああすごいな。あそうだそうだ韓国にさそうかまた韓国つながりの話なんですけど福岡のさ知り合いのお友達のお店がそれこそカンナムにさお店オープンされてめっちゃ嬉しい。なんか勝手に超嬉しいです。やっぱりこうやって歩いているとこの多分15分ぐらいかなもうすっごくねあっという間にね過ぎ去って私撮影しながら歩くっていう散歩方法が一番いいかもしれない。ちょっと危ないんですけどねその急に曲がってきたりとかだからまあ気をつけてはいるけどやっぱり本当はあのね前やってたネックレスカメラだったらねそんなこと気にせずにずっとできたからめちゃくちゃ良かったんですけどまあね、でもこのオズモポケット DJ3 はとっても大好きです。本当に毎日使っとるよね。さあ、もうすぐ着きます。今日はね、そう、アナハの1階にあるアイランドブリューさんで待ち合わせをしています。わあ、青空だ。めちゃくちゃいいね。でね、外の席がさ、良くて取れたみたいなのでお友達が先にね行ってくれてそうワンちゃんがいるからですね。でもワンちゃん連れにもいいねカフェなどコーヒー屋さんなのでよく利用してます。さあ着いた。右はホールフーズでここは飯の台所イスタンブールそしてアパレルショップが続いてのコーヒー屋さんです。はあ、もう何度も言うけど私はやっぱりワードが好き。ワードでね住んでたからかもしれんけどやっぱり一番思い入れがある。カハラもアラマーナも好きだけどね。こちらです。どこかな。めっちゃ見てくれる。